今保守という名乗る政党がこの間結党のね、ちょっと話題になってますが、我々私も実は、財務省を飛び出して立ち上がる日本、石原慎太郎さんの旗の下に行きまして、でそこからこの政界に入ったんですが、その後、一旦維新に合流して、維新と言われるとちょっと誤解を受けるかもしれませんが、維新じゃダメだということで立ち上がる日本系の人間が、次世代の党を結党したんですね。であの時に次世代の党を結党して、間もない、2ヶ月ぐらいしか経ってない時に急に解散になりましてですね、で解散になった時にまだ結党して間もなかったので、次世代の党って政党名が知られてなかったんです。で衆院選挙はこれ一般論として申しますんでね、これ選挙活動ではありませんので、一般論として申し上げますと、知識として皆さんにお伝えしなきゃいけないんですが、衆院選挙は比例は個人名ではなくて政党名を書かなきゃいけない制度です。そこで政党名が知られてなかったので、私の応援者も維新と書いちゃったりしましてね、で我々みんな落選しまして、それであの時に日本に本当の保守を作ろうということを私たち目指したんですが、その時に私が考えたのは、日本に保守を作ろうと言っても一部の政治家が、ね、強硬なことを言っていてもですね、全然この政治的な力にならないんですね。で日本の多くの国民の皆さんは今日もお話ししますけれども、メディアが作っているのは全部ね、日本の国益と反する方向のことがかなり多いですね。でそうなりますと保守というものが人気がないんです。保守の人たちはだとか、あるいは、なんか主義であるとか極端な人たちだというふうになっちゃって広がらないんですね。でこの保守という立場、これは海外では当たり前だし、今保守がどんどん広がってるんですね。で日本でその動きを起こすためにはですね、草の根保守作るしかないと思ったんですね。草根の国民の皆さんと一体となりましてね、先ほどから多くの対策委員が雄弁に物語ってくれてますが、あの参政党というのは他の政党のように、特定の政治家やあるいはね代表とかそういう人を当選させるための政党ではないんですね。参政党というのは、このね政治家という、次の選挙のために政治をしているような政治家を全部一掃して、そしてね党員が主役になる。でこれが国民が主役の政治を取り戻す道につながる。でそこから保守という立場を日本で強めていかないと、力強い保守は誕生しないという思いがしておりました。そこで出会ったのが神谷さんなんですね。私は先ほどご紹介いただいたように創設メンバー、ついこの間までは代表と紹介されてるんですが、最近は創設メンバーといつの間にか紹介されるようになったんですが、これ別に私が望んだことではないんですけどね、それでその動きについていろいろとおっしゃる方がいるんですが、私と神谷さんは一緒にこの党を結党した仲間ですから、お互いの信頼関係は全然揺らいでない。で特にね神谷さんは立派なもんですよ。このねまさに草の根保守をやるためにこれだけ大きな全国組織をね作るという大変大きな成果を上げているわけなんですね。でこれは戦後の日本になかったことだと思うんで、ぜひねこの皆さんでこのね参政党という新しい政治、私たち自分一人一人が自分の思いでやるんですね。ですからこれオレンジ色着てる、今日の、ね、党員の皆さん、これ皆さんね何のもちろん何のねお金ももらってないし、むしろお金出してこうやってやってるんですね。でバックもないし、とにかく日本のためにやらなきゃいけないって使命感だけでやってるんです。で使命感がない人たちの間で大事なことはお互いの意見を尊重し合うことなんです。でまだまだ参政党できて間もないから成熟してないところもあるんですが、私はとにかくねお互いの意見を聞いて合意を作っていく、そういう練習を皆さんでしましょう。これ民主主義の基本ですから。でその他の人の意見をよく聞いて自分だけが正しいと思わないのが保守なんですよ。絶対これしかないっていう人はこれはリベラル左翼と言われます。その典型がなんですね。で私たちは日本人はそういう民族だったです。だからお互いに話し合いながら協調しながら強い国を作ってきた、その原点を取り戻そうということで、参政党よろしくお願いしたいと思います。さて今日はですね、今日も連れてまいりました、私の子供連れてまいりました。持ってきてくれた子供が前の方で聞いてたんで、申し訳ないなと思いましてね。で今日はちょっとお子さんはの姿は見えないんですが、ぜひ皆さんですね、参政党は子どもも参加する政党ですよ。子どもから一番ね信頼されてるんですよ。子どもは見抜いてるんです。ちゃんとね日本の素晴らしいことを言ってくれてる政党だ。日本の素晴らしいことを言うと子どもが元気になるんですよ。だって自分の生まれた国なんだから。で私たちは
ずっと今まで日本って悪いことをした国だと教わってきました。そして行き過ぎたところが、先ほどの対策委員の一人が言ってましたけども、我々って自分の国に自尊心を持てなくなった。自尊心を持てないから海外から言われたことが正しいんだと、アメリカ言ってることが正しいんだと言われて、彼らの手口にまんまに言うと引っかかってですね、私たちが稼ぎ上げた4000兆円もの金融資産、これ国内で十分回ってないんですよ。彼らの方に回ってしまっているという状況を作った。これ完全に経済史です。でもこのことは私のように経済専門家でないと見抜けない。で、メディアもそういうことは言わない。分かってない。で、他の政党でもそういうことを言う人はいないんですね。これちゃんと言っていかなきゃいけないということで、この街頭演説では語りませんが、マツダプランというのもね、そういう中で作ったんですよね。私たちの手に私たちのお金の流れを取り戻そうってことなんですね。これを皆さんでね、この賛成と応援していただいて、ぜひとも国政で議席をたくさん増やしていただいて、皆さんの力で日本の国のお金の流れを取り戻し、そして最後には日本を取り戻すということをやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、さてですね、先ほどこの参政党は草の根保守だということを言いました。草の根保守をやるためには何が必要か、世界の情勢と歴史を学ぶことなんです。党員みんなで一生懸命勉強してるんです。参政党を結党してもう3年以上経ちますが、もう最初から勉強勉強勉強だったんですね。世界情勢がこんな風になってしまったんですが、まあ今日はですね、この世界情勢のことを少し触れたいと思います。これはもしかしたら何百年かぶりのこのね、世界の秩序がガラガラガラって変わる瞬間かもしれないと言われているんです。で、この我々にとっての最大の敵に対して世界中で反対がもう今立ち上がっています。これは今までと違う現象です。どうも今までとは勝手が違うんですね。で、どうも、もしかするとこの大きな我々を日本の経済から吸うようにですね、富を奪い続けてきた私たちの賃金30年も上がってないじゃないですか。で、そういうふうにしながら世界中をね、日本はお前は変わった国だ、アメリカと同じでないとおかしいんだと言ってですね、じゃあ日本人も戦後自分に自信失ってますから、ああそうなんだ、市場で、ね、評価される企業がいいんだ、株主が一番偉いんだなんて、日本の、ね、国民性とは全く合わない仕組みを入れてですね、今皆さん金儲けよりもコーポレートガバナンスの方ばっかりやってるんですね。ね、なんかなんていうんですかね、ああいうなんかね、規律とか言ってね、我々現場の強さも全部忘れて欧米の党にやるのが正義なみたいになっちゃった。でも全部彼らのためのに我々の、が使われてるんですね。で、そういう状態になって、まあ、どんどん世界を席巻していったんですが、どうもそれがそろそろストップするかもしれないという状況だそうなんですね、という話もあるんです。つまりテレビや新聞、真面目な人ほど勉強ができる人を信じちゃう。で、テレビや新聞が言ってることが正しいって我々思い込ませられる、思い込んでしまうような国民になっても78年経ってるんですね。ああついにここまで来たかと言って、まあね、で、まあ、これぐらい日本は完全にもういわゆる、まあ、戦後の、ね、政策の結果、我々は歴史家について解けたんだけど、でも簡単にメディアによって簡単に解けてしまう国民になってしまったんだなと思って危機感を感じましたね。日本のね、いわゆる大東亜戦争については戦後史観、これも全然逆であるということ、これもね、おそらくそのうち正しさが証明されてくると思います。でも今は我々は変わったことを言ってる政党だというレッテル貼られてるかもしれません。でも正しいのは何なのか、日本の国運を決めるのは何なのか、真実を知る、そこから始まる、そういう政党が参政党だと思います。さて、どうも解散総選挙いつあるか分かんなくなってきました。そしてどうも、さっきもちょっと対策が言ってましたが、岸田さんは何か分かんないけど減税減税って言いましたね。なんか増税メガネって言葉あるみたいですよね。なんかすごくね、評判、そういう評判を気にしてるっていう話があるんですけどね。で、岸田さんはどうもね、本音では解散やりたいみたいなんですが、自民党の内部調査によるとかなり数字が悪かったみたいです。それでどうも年内解散総選挙は困難だって見方が自民党の中で急速に広がっている状況のようです。そして岸田さんはこの間9月13日の内閣改造党役員人事で何やったか、自分が来年9月に総裁に再選されるための全ての布石を打ちました。あの内閣改造は、まあ、政治評論家の山口紀之さんに言わせると、
史上最悪、何の理念もない。普通ね、内閣改造やるときにはね、総理っていうのはこういうことをやるからこういう内閣改造をやるんだという国民に何か大義名分、嘘でも言いますよ、一つもない。で、あったのはただ自分が総裁再選されるための、それは巧妙な人事をやった、バカちって私が言ってんじゃなくて、山口典之さんが言ってますので、でも本当にバカですね。で、その人事をやったので、もう自分はあえて総裁に再選されるための戦略として解散カードを使わなくてもいいと考えている可能性が出てきたという話もあるんですよ。で、そしたら来年の9月の総裁選以降まで選挙ないのということにもなりかねなくて、実はこれね、もうすぐあるのか、来年1年以上先かによって我々の対応が全然違ってくるので、で、そういう時こそ実は参政党なんですよ。なぜか参政党は国民に政治の参加を呼びかける。で、その時に私たち党員がたくさんいるんです。その党員一人一人がね、今日私が言ったような、あるいはそれ以外の問題意識をぶつけて、いろんな方々にと一緒になって勉強していくと、そういうことをね、着々とやっていく。こういうことをね、日本をどうするかは国民みんなで考える草の根運動、これやりましょう。で、我々は草の根保守、同じ保守でも草の根保守、アメリカで今広がっているのも草の根保守ですね。日本は完全に丸裸の状態でいるということについて、全然国民に危機感がないのは、これが今の最大の危機感だと私は思います。で、こういった危機感をいくら特定の政党が大声を言っても動きません。なぜなら今の政治、永田町も霞が関もこの支配下にあるからなんですね。で、そういうもとにあって、やっぱり国民がね、動いていかないと日本守れないんです。国民をがみんなで立ち上がって声を出していかなきゃいけない。さすがにこの世論に対しては政権も弱いです。で、支持率下げるしかありません。最後に私、皆さんにお願いがあります。対策委員たちも言ってました。投票に行ってください。ぜひ投票に行ってください。それを皆さんに伝えてください。そして私はもう一つ言いたいのは、投票をするのは国民の権利ではありません。義務です。私たちがこの日本に生を受け、子や孫がいる。この子や孫のために、私たちが次の日本を誤らないために投票行くのは義務なんです。これをぜひですね、皆さん、これが終わりましたら、いろんな方に投票は義務だと。お伝えいただければと思います。時間が参りました。松田学の拙い演説でしたけれども、何か考えるところがありましたら本望であります。どうもありがとうございました。松田さん、ありがとうございました。